は5名に。ジャックカップウィーンバンス。まずはこの対決のルールから。揺れる電車の中で誰が最後まで立っていられるのか、そのバランス感覚を競う。選手が立つのは直径30センチのスタンディングプレート。この小さなプレートから一歩でも落ちてしまえば即刻アウト。果たして最後まで立ち続けているアスリートは誰なのか。究極のバランスバトルがスタート。総決戦2試合行き、決戦の舞台には選ばれし8人のアスリートが集結した。あ、傘持ってきました。いや、あんま乗らないんですけど、でも持ってたらかっこいいかなと思って。まずは福原愛選手。一輪車を乗りこなすバランス感覚がどんなコースの球でも体勢を崩さず打ち返す卓球で培われたもの。頑張っていきます。華麗なフットワークを武器に世界王者まで上り詰めたボクサー亀田光輝選手。少林寺から伝わる亀田家独特の練習法で得た規格外のバランス感覚。なるほど。亀田家のプライドをかけた勝負に挑む。私満員電車で、はい、通っているので、そうですね、日頃の成果を出せると。駅にこんな格好してるんですか。体重も左右しそうです。オリンピック史上初となる2大会連続オール一本勝ちで金メダルを獲得した谷本歩美選手。相手の体重を片足一本で支える強靭な足腰を武器に、女三四郎が最後の金メダルを狙う。僕は結構まだ学生なので、毎日通学で電車使ってるので、ずっと満員電車で立ちっぱだったので、意外に結構今回も行けるかなっていう感じがあります。今年のアジア大会で3つの金メダルを獲得した競泳の入江陵介選手。バランスボールの上で立つことができる驚異のボディバランスで目指すは陸の金メダル。何やっけ。ロンドンの地下鉄とか乗ったりしますけど、あ、でも今来る時も普通に電車で動くことが多いんで。レーサーの中島和樹選手。時速300キロの世界でマシンを操るバランス感覚を武器に、トレインバランスでチャンピオンを狙う。頑張るぞ、ジャイアン。女子レスリング最重量級で活躍する浜口京子選手。タックルを受けても倒れない強靭な肉体と気合でナンバーワンを目指す。そうですね、本当にあんまり乗らないですけど、月に3回4回は乗ったりします。アメリカでの武者修行から帰ってきたナックル姫吉田。さまざまな競技から集められたトップアスリートから超人の中の超人が決まる。ジャンプレーンに乗り込む8名の選手たち。バランス感覚ナンバーワンの栄冠は誰の手に。うわー、じゃあ頑張って。あ、電車の音が聞こえてきましたね。あ、こちらやってきました、ジャンクの直接列車です。時間がないんですよ。どうぞお入りください。どうぞお乗りください。はい、どうぞどうぞ。今戦いの舞台に8名の選手たちが入ってまいりました。すごい、すごい。これ確かに難しいかな。やめてください。ねえ、ちょっと決戦の舞台はジャンクカップ特設列車。8名のアスリートが車内に設置された台に立ちスタンバイ完了。いよいよ予測不能のバランス感覚バトルがスタートする。直径30センチのスタンディングプレート、この上に立つ8名。さあ、果たして初代トレインバランス王者は。世界を相手に死闘を繰り広げてきたアスリートたち。己のプライドをかけた真剣勝負が相鉄線西谷駅から海老名駅、およそ18キロの区間で繰り広げられる。果たして頂点に立つのは。さあ、ジャンクカップ特設列車、まもなく出発の時間です。信号が青に変わってトレインバランス
タート。これこんなんなのずっと。さすがは一流アスリートたち、いきなりの衝撃は全員セーフ。さあいきなりのスタートで焦ったという福原愛選手でありますが、いよいよ2試合目をスタートしましたトレインバランスです。一体どんな名勝負になるんでありましょうか。次は鶴ヶ峰、鶴ヶ峰でございます。なんで止まんの。SD カーブに SD カーブ、あ、SD カーブの SD カーブ、はいちゃん、はいはい、SD カードなんかない。まずは西谷駅から鶴ヶ峰駅、この区間の難所は大きな S 字カーブ。通過時に発生する強い揺れをいかに耐えるかがクリアの鍵となる。さあ S 字カーブに入ります。まずは左に曲がっていきます。で大きく振られたものの、必死の動きでバランスを保ち全員クリア。なるほどもう。中島、村田、谷本、吉田、後ろの4名は体を横向きにして立っています。何か秘策があるんでしょうか。何の秘策もない。前の4名は割と正面の方を向いているわけですが、みんなの手が面白い。さあ最初の駅、鶴ヶ峰駅に今入ってまいりました。 SD カーブはどうやら皆さんクリアしたようです。さあこの止まる時も大事です。さあ最初の駅、鶴ヶ峰駅に今到着しました。脱落者は誰もいません。8人全てクリアしました。ちょっと足震えてる。最初の区間をクリアし喜ぶ8人。しかし電車はすぐに出発。油断しているアスリートたちを再び衝撃が襲う。一息でこれはやばい。あの一息つくのはいいんですが、すぐ出発しますからね。出発した、出発しますからね。出発した、出発しますからね。出発した、危ない危ない。鶴ヶ峰駅をスタートしまして、今度は二股側へ行く。今のはひどい。ラッキーパンチ届いた。ラッキーパンチが飛んできました。もうちょっと倒れかけた。不意打ちに屈することなく二股側に到着。脱落者なしのまま、電車は4つ目の駅、希望が丘へ。希望が丘か。うちで名前やけど。希望が丘駅まであとわずかとなりました。さあ曲がりながらブレーキ、そしてホームへと入っていくジャンクトレイン。減速していきます。さあここを耐えられるかどうか。日本一熱いあの男の登場で車内は大パニックに。救助下せ、燃えろ燃えろ燃えてるか。声を聞いて今電車が離れていきます。気合の入ったアスリートたちを乗せ電車は相模大塚へ。山手駅から今坂を登って地上へと向かう相模大塚駅へと向かっていきます。次は相模大塚、相模大塚でございます。到着直前の線路の分岐点にお気をつけください。相模大塚から相模野に向かいます。この区間は細かい横揺れが続きます。ここで吉田エリが脱落。ここで吉田エリが脱落。激しく続いた横揺れに吉田エリが耐えられず。だけし残りは6名。ちょっとした油断が命取りになる。そしてバーカ危ない。おいでやる。ブレーキで体
勢を崩し片足立ちになるも持ち前のバランス感覚でなんとか踏みとどまる。その後ろで入江の足を必死の形相でかわす浜口京子の姿が。しかし停止の瞬間、さあここで到着、最後の到着のところ、なんと浜口京子、お父さんの応援も虚しく、3人目の脱落者浜口京子。もちろんお父さんの応援もありましたが、いやまあそれもちょっと、残るアスリートは5名に。さあ残るは福原、亀田、入江、そして中島、谷本ということになりました。無料に段階ブレーキできた、わっとかなりのブレーキがかかっている。甘え危ない福原、亀田、なかなか落ちませんしぶといしぶといしぶとい福原、そして亀田、落ちるな、危ない危ない、そして亀田、落ちるな、危ない危ない、2段階ブレーキの反動で転落の危機を迎えた福原愛、巧みな体重移動で見事ピンチを乗り越える。そして電車は柏台へ。さあブレーキがかかっている、今柏台駅に到着します、柏台駅に到着します、柏台駅に到着します。浜口京子と同じ止まったところで亀田光輝脱落。うわ持ってない今の。結構あのお口の方は動いてらっしゃったんですけれども、ちょっと初め喋りすぎなんちゃうもっと集中してたよとは。停止の瞬間、亀田光輝まさかの脱落。4名で最終区間に突入。次は終点海老名、海老名でございます。ここは急減速する右カーブ、分岐ポイント、ラストの停車ブレーキと揺れが連続して襲ってくる相鉄線最大の難関。まもなく右の急カーブに入ります。一つ目の難所、右急カーブで大きく体勢を崩す。しかしかかとを数センチ残した状態で見事踏みとどまる。さあ4人のうち次は誰が脱落するのか、最後まで生き残るのか。危ない、谷本が危ない、谷本危ない、ずっと左方向を向いている谷本。うわっとかなりのブレーキかかっている、左に、わー下っている下っている。さあゆっくりと終点に入っていく。プルプルしてるの。さあかなり足の方の筋肉が震えているようです、4人。さあ今終点の海老名に着きます。いよいよ電車は終点海老名駅のホームに進入。これまで村田、浜口、亀田と3人のアスリートが停車する直前のブレーキで脱落してきた。残るは4人。この駅で決着がつくのか、あるいは延長戦か。最後の難関に挑むのは谷本歩美、中島和樹、そして入江涼介と福原愛。迫り来る停車の瞬間、トレインバランスに信じられないドラマが。ここまで停車直前のブレーキで3人が脱落している。さあ終点ではどうだ。さあ今ゆっくりとホームに入ってきて終点とは、そして終点とは、そして終点とは、そして終点とは、最後に残ったのは中島和樹。これぞ衝撃の結末。再三のピンチを切り抜けてきた福原、入江、谷本だが、最後のブレーキで生じた強烈な揺れに耐えきれず、なんと3人同時に脱落。そんな中唯一中島和樹だけが強靭なバランス感覚で立ち続けていた。すごい、いやーすごい結末になりました。やった、悔しい。今の最後に残ったのは中島和樹。今の一番です。